魔术方块在指尖转来转去，比速度，比记忆。这款益智游戏是由匈牙利人厄尔诺所发明，在日本上市40年以来历久不衰，深受大小朋友喜爱。このようにルビックキューブが非常に長くですね愛され続けておりますのは、単にパズルという遊びの面だけではなく、揃える速さを競う競技の面や、またこちらに展示してございます、ルービックアート、モザイクアートといった美術の面やサイエンス、あとエデュケーションなど様々な要素を持ち合わせた奥の深い商品だからだと思っております。日前，匈牙利驻日本大使馆在东京举办魔方40周年特展，展出了全球最小的魔术方块，个别边长只有0.99公分，用铝加工制成，重量约2公克，和一般的魔方摆在一起，显得格外小巧玲珑。但它的功能齐全，照样能转动，而且每颗要价约新台币55000元。メガオスとしましては、ルービックキューブのさらなる可能性を広げるべく、さまざまな企画や取り組みをしていきたいというふうに思っております。特展不只介绍各类魔术方块，还展出用1600颗魔方制成的厄尔诺马赛克肖像画，别具意义。今年由于武汉肺炎疫情席卷全球，民众居家隔离，待在家的时间变长了，也促使魔方的销售热潮。光是今年的销量就比去年多了2倍。庄社综合报道。